げれない。あそこからもタグがかなりきつい。いやーそれでも風味強し。第1撃射点が通る。やはり風味といえばそうですね、射点ですね、目立ちますよね。さあ壁がちょっとやばいな。オックスエイジあそこで投げに行く。よく投げに行きますね心臓が強い。三脚からここでフーミンが先にリーチ。いやこれ3人抜かれるとさすがにちょっときついですよ。3人抜かれるとね、さすがの片山軍団といえども、さあ張り切ってしまう。カウンター限定このフーミンの心臓の強さ。しかしこれは中央に押し戻せないが、さあそのまま勝つ。これは痛いですね。いやこれは止まりませんよ。フーミンレフェ関西むちゃくちゃ楽になったんじゃないですか。そうですね、これは非常に楽になりました。さあ片山軍団残りが達也の高原とちび太郎、重力2枚。さあ来ましたね、ついにしびれを切らしました、ね、注目ちび太郎ジェフリー。さあ昨日の、事前にステル配信で言ってましたけど、はい、ベイエリア17連勝。ああ、ありましたね、はい、17連勝および2連覇。いや素晴らしいですね、半端ないですね。しかもまあジェフリーですからね、はい、なんせジェフリー。さあちび太郎来ました。彼のね、ちょっと距離戦に注目してください。なるほど、本当にうまいです。注目すべきは近距離ではなく距離戦。そうですね、なるほど。こんなに距離戦がうまいジェフリーは僕は見たことない。生まれて初めて見たと、はい、3の感じでここから前投げ通る。ダブルアップ打ち切り確定。フーミンが止まらない。フーミンすごいですねこれ。臆することなく一気。さあ横投げ抜ける。オスプ当たらず。お互い硬い。当たらない。膝も当たらない。でやはり距離戦が得意なちび太郎としてはあまり近距離はこの距離は、ね、ちび太郎の距離ではないと。フーミンさんがこういう風にこうガンガン攻めてくるっていうのは、なるほど、かなり効果的ですね、はい、なるほど。距離を潰すとファイヤーで大気に逆転。心臓が強い。さあ投げ抜ける。ここからくらーっ距離無限大のトースプ。しかしここからあるのがフーミンだ。さあ一気にリーチ。まさかちび太郎まで食うのか。フーミンが止まらない。前向きから、さあ今度はこちらの場だ。おっとヘビに入った。ガードを崩して下段ヘッドからコーヒー出すのスカズ。あ、おっ前投げ抜ける。我慢する。後ろが通るって投げの振り分けがやばいですね。さあ見抜ける。必死のヘルストップ。ちび太郎が追い詰められてます。全て頑張ってきた結果がこのミートライブカップなんです。これはさあ逃さない。トースプの成功率、いやーすごい。さっきからこのフーミン暴れが太いし、はい、投げに行くこの度胸、これが素晴らしいですね。大会でこれができる人なかなかいないです、はい、やはり全国覇者の心臓が、そうですね、これはもうメンタルで勝ってる感じですね。そうですね、技術動向ではなく、さあ射点。さあ懐かしいですねこの動き射点一発にガードされて酒キャン射点と。それでも射点。さあここはミドルヘルが空中あるあれになるって。耐える5分大きい攻め。投げをしゃがむ。しゃがまれている。投げ抜ける。
削り合い、大事な一戦さあ、ホンケミン、シビダロー踏ん張った。いやー、今のは相当追い込まれたんじゃないですか。そうですね、本人の精神力やばかったと思いますよ。いやちょっとフーミンすごかったっすね。いや3人倒してまさかもうちょいと、さあ来ましたね、関西のガヤオが。あ、もういきなり来ますか。いや相当自信があるんでしょうね、レフリーに対して。俺が行くわと。ちなみにこのチームの中で、はい、まあ、シズルと、はい、ブルハ、この2人だけが多分現役と言っていいプレイヤーです。なるほど、残りの3人はほぼ現役ではない、はい、この2人が本来であれば勝ち星を重ねる予定だったんですが、そうですね、フーミンが、フーミンがもうあれだけ勝ってくれればここは2人が頑張らないといけないと。そういうことですね、はい。さあブルハ順満を持して時報で出てきました。完全にチビ太郎のジェフを殺しに来てますね。お、そしゃがみますね。今のはちょっと分かりづらいんですけど、はい、最初に 1K ガードした時に膝打ってたんですよ、はい、で相手が 1K 止めだったんで膝当たんなかったんですけど、はいはいはい、今2回目ガードした時、はい、今度もう 2KP に変えてたんですよ。もう即座に。それはねなかなかできないですよ。なるほど、この修正能力の速さですね。いやすごいですね。なかなか攪拌みたいなものは体が勝手に動いちゃうもんね。その技を見たらこの技っていう風に動いちゃうのが人なんですが、 そう、はい、そこを変えられるのは相当器用です。に判断すると素晴らしい。まあ下段投げ変革ガードして、ブルーハがもうすでに10敗、勝敗が出せます。調和ももちろん出せます。調和を主軸にして酒が減らない。おー、浮いてしまう。しっかり投げてますね。距離戦か、ブルハの距離戦。ブルハも距離戦うまいですからね。うまいですね。おー、いきなりあの距離、一発目ガードして投げましたね。素晴らしい速さ。打ち切って浮いてしまう。さあやはりブルハ、瞬にはこの強さ分かっています。手でしっかり投げる。おお、これはいや、まだ分からない。おお、ミドルキック。これはちょっと痛いですか。さあ本人ちょっとびっくりしてますね。さあ勝ち確の場面を逃すが、しかしブルハ結構余裕の感じがありますね。超ワン、超ワン、この破壊力。うわ、ガードした。おー、なぜか当たる。おー、当たらない、遠すぎた。危ない。おっと、抜けてない。いやー、超ワンさ、2発目をしゃがんで膝を入れようとしたんですけどね、ちょっと若干遅れちゃってましたね、全体的に。ちょっとワンテンポずつ動作が遅かったと。片山軍団は早くも大将の達也の高嵐。ただこの達也がいたからこそちび太郎は先に出したと、そういうことですね。多分あの結構地方勢に見られがちなんですけど、はい、シェンとか特殊なキャラに耐性が全くないって方が結構いると思うんですけ ど、 なるほど、多分東北に関しては、はい、旬には耐性あるんじゃないかなと思います。ほうほう、割といらっしゃるんで。あ、なるほど、旬使いが東北に結構多いと、はい、でさっきのレイフェイの風味のところに出てこなかったら多分レイフェイがいないからだと思う。あ、なるほど、よくわからないと、はい、確かにあのキャラわかんないときついですからね。確かに。しかし旬高嵐も本来であれば旬は全然きついはず、全然きついはずですよね。これそれでもブルハにかかれば先手を取っていくのがブルハ。やはりこのチームにかけるモチベーションが、そうですね、いや、しっかり
かけて2発目出す。おお、ダブルパン。つなぎが早いですね。本当に見てんのかな。これ反応してるんですかね。なんかちゃんと決め打ちっぽいですね。さすがに。これ並みの速度ですよね。さあここは当たってしまう。おお、潰れた。ミス。これはいい投げですね。通って。おっとこれは家庭用ですよ、多分。これは家庭用。これは殴ってます。家庭用の弊害です。家庭用の弊害がここに、はい、さあ先にリーチは達也の高嵐。しっかりグリグル下パンで止める。あと本命が来た。まだ生きてる。おお、よく出しましたね。勝負にお互い行きましたね。しかも結構減ったっていう。サンブルハ決めるか。自らの手で関西チームを勝利に導くか。グリグリからそれとも達也が粘るか。いや、距離戦のこの 3PP のきつい。まだ終わらない。これは痛い。まだ生きてる。おお、ダブルアンパーから生きてるぞ。さあ、あれはショーダウン入れ込んじゃいましたね。いや、あれは結構好きだらけなんですよね、実はガーサレット。3P はあのショーダウンで自動2択にはなるんですが、ガーサレット P 角なんで、はいはい、まあやっちゃいけなかったです、今のは。ね、あそこの場面で、どうしても 3P 出してしまったの。 3P は出ちゃいけない、暴発しちゃいけない技でした。はいはい、さあ次は、あ、さあ実はこれもかなりの注目カード。これはいい試合ですよ。さあチーム品川 VS、マリモ星人後継者、はい、マリモ星人後継者今日で、あ、でもこれ終わってる。終わったんじゃないですか。チーム品川落ちる。いや、これ落としたんですかね。落としたっぽいですね。落としましたか。チーム品川落ちましたか。まあちょっとまだ現時点では確定ではないですけれども。さあそして現在映っているのがディフェンディングチャンピオン、完全二択のファミリー餃子の、2人前。現在2連勝中、対するは吉祥寺号ということはときめきハイスクールですね。はい、パン4を見て知ったんですけど、はい、今までビートライブカップ20年の歴史で同一、人物によるチームで2連覇はないとらしいですね。つまり今回がそのチャンス。そういうことですね。歴史に名を刻む。あの太鼓部屋とかも同じ同一メンバーではなかった。そうですね。全く一緒、全く同じのキャラ構成で2連覇を狙うファミリー餃子、5人前。まあ、大仏もね、2回優勝はしてますけど、はい、同じメンツなんですけど連覇ではなかったと。なるほど。これは結構なモチベーションになりますよね。そうですね。正直さあ完全委託動いてますね。動いてますね。早め早めで。やっぱウルフ使いとして完全委託ってどう思われるんですか。いや、規格外ですよね。規格外。はい、大体ウルフ使いって、はい、あの1人のカリスマプレイヤーが消えたら、はい、また新たなカリスマプレイヤーが現れるんですけど、はい、もうそれの今の最終形態が、なるほど、現在の時点ではもう完全委託一強と言ったら怒るウルフ使いもいるかもしれないですけど。なるほど。いや、お、今のはうまいですね、3PP。いや、素晴らしいです。吉祥も相当ウルフ戦うまいはずですからね。あ、そうなんですか。はい、何回か地元がやったことあるんですけど。なるほど、確かに近いですからね、今。もともと僕の吉祥寺のところ、そうですよ、吉祥寺号なんですけどね。さあ、吉祥もいい加減振動強いですからね。そうですね。はい、さあ、落ちてることなく、見事一気に行ってきます。吉祥もやってないのに、やはりこのメンタルの強さがあれば、ね、彼大会では活躍してますからね。活躍してしまうと。ディフェンディングチャンピオンは誰を出す。
プータか。さあプータが出てきますね。まあ、やっぱりどんな強豪でも一発目の試合が一番多分怖いんじゃないかなと。そうですね、まあ、特にこんな大会、こんなでかい大会の場合一番怖いのは多分一発目だと思うんですよね。だからジャイアントキリングを狙うにはもう一発目を狙うしかないと。確かに、はい、それ以降になるとどんどん温まってきちゃうので。そうですね、はい、そういう意味においてはときめきハイスクールも全然ワンチャンあるんじゃないかなと。塩地コアもそのジャイアントキリング本当に得意としているプレイヤーですからね。体現するかのようなプレイヤーですからね、はい、さあお得意の八角形。さあフーダ飛び蹴りを対空で落としてこのヘリ潰しに来ました。さあコンボがちょっとですが、しかし流れが、あっこの、いやさっきから送球暴れが火を吹いてますね最速で暴れてきますからね。差し着替えてヤンヨと。これは痛いか。一気に来るこのヘリ 3PP 受け身は取らないと。さっきからね、あのカルドは最大ため、はい、ちょっとやってますからね、3PP の後。なるほど、そこに重なっちゃうというわけですね。そこまで受け身を取ると。ここからさあ、あれですね、PK 当てて後ろ向いてからの中盤が相当強い。おお、割れる。お見事、しっかりコンボを落ちることなく投げに行く。削りモード、暴発しましたね。早いですね、酒キャンが。その後の失敗も。お、投げさばき。さあ、ここで見せる。フーダが追い詰められています。投げさばいて後ろ最大あるのか塩木郎。さあ、あのフーダが臆してる。臆してます。ビビってますね、ビビってます。聖剣、聖剣、これは、これはフーダがかくって画面端まで持ってく。このヘリ下段投げ、タクリ読み勝つ。さあ、吉祥寺号ファミリー餃子をそしてこのポーズ。いいキャラしてますね。いいキャラしてますね、相変わらず基本はいや、これぞまさにジャイアントキリングですね。いや、素晴らしいですね。二人抜きですからね。残っているのか、残っているのがどう誰なんでしょうね。小僧とムックは残っていそうですね。そうですね、完全に見たら先方っぽかったですけどね。ムックはここで来ますね。ムックを出します。さあ、ゴータカアラシっていうのはこれはどうなんですか。どうなんでしょうね。そこな、まあ、確かに高梨が有利なのは間違いないとは思うんですが、はい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 、そこまできついキャラでもないはずです。あ、なるほど。結構高梨に対しても専用コンボみたいなのはあるんですかね。そうですね、黒龍とかが確かすごく強かった気がします、はい、なるほど。さあ、お決まりのカステラ制限。壁に追い詰めているのは膝カウンターがちゃんと減りますからね。あ、下がるの相手は、はい、はい、さあ、これが痛い。このヘリさあ、生投げ通ると。普通こういうカステラステージって、はい、実力的に劣ってる人とかが荒らすために結構狙うっていうイメージがあるんですけど、ムックの場合はこのカステラステージをもうめちゃめちゃ研究してマイステージにしているという、もうかなり手がつけられないすごい状態になってますよね。高原視線のこのね、開幕が非常に恐怖なんですよね。恐怖ですよね。何が来るか全く分からない。さばいて、いや、この後の読み合いが吉祥寺号本当に強い。しっかりガード肘で引っかかるダブルアッパーを、おわ、しっかりあそこで
2発目しゃがんでましたね。しゃがんで価格のあこれでさあこれで落ちる、これで終わりですか、ね、吉祥寺号が大将だったみたいですね。なるほど、まあとりあえず一安心と。さあそれじゃあどうしましょうか。先ほど一番筐体を移したいです。じゃあ一番筐体いきましょうか。そうですね、ここがいいですね。はい、さあ先ほど出番のなかったしずるが出てきてます ね。こちらがこちらがライオンの子が出てるってことはペンキマックス、はい、シードチームですね。このブロックきつくないですか。いやこのブロックかなり面白い組み合わせなんですよね。ペンキマックス、片山軍団、関西、モンテカルロと、はい、東海、東北、関西そうでがほぼほぼガチンコと。さあライオンの子が一勝してますね。そうですね、はい、チャンピオンなんで誰に勝ったのか。うわっと 4-4K でお切り潰しました。 4-4K でお切り潰しとかもう夢しかないですね。 2K で最近やり込んでいると言われている鈴野明前投げ抜ける。さあこのライオンのこのスピード、そうですね、ここら辺注目してほしいですね。おっと、おっと、風にミスった。ビートしゃがめない。平使いはああいうの難しいんですよね、コマンドの性能上。なるほど、しかも前を入れたがるんで常に、ね、仕込んでますんでね。なかなかに上段発想しゃがむっていうのは難しいんですよ。なるほど、平使い特有の結構悩み、はい。側面にもここからさあおそらくウルハの思いは相当なものがあるでしょう。このしずるあきらへの応援を素晴らしい。あそこでドッポ入れますか。やり込めるなせる技、崩していきます。いや動いてますね、シズル。やはりやり込んでますからね、よどみがないですね。鉱山からこっから砂漠く軽キャンから崩せない。さあ壁際ちょっとこの息は嫌な感じ、壁から逃げたい。さあすっごい持ってる。さあこのモンテカルロ今回英雄の凱旋系チームなんですが、はい、この英雄というのがはい、このしずるあきららしいですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと諸事情により、はい、ちょっと遠いところに行ってたらしいですけど、そうですね、はい、ついに帰ってきたのでそれを今回見せていくとは。いやさすが元あきら一軍に入っていただけあって ね、やっぱりやっていると強いですね。強いですね。アキラのスピードじゃないんじゃないかっていうぐらいの、はい、かなりキャラ自体が速いですね。さあそして対するはペンキマックス、さあ立ち回り方面。さあ実はこのペンキマックスはヨゴ影がそうです、ね、いるチームなんですね。ヨゴ、あとペンキ屋さん、はい、それと先ほど言った、ライオンの子、この3枚が中心となってそうですね、まあ、戦うチームです、ね、はい。さあその1枚がすでに破れた形のペンキマックス。さあそれを立ち回り方面が取り返せるかと。さあしかし動けてる。しかしおおしっかりあそこ投げに行きますね。あそこはちゃんと最速であれば確か投げ角のはず。なるほど、あそこはじゃあフレーム的に回っていると。そうですね、ただ外れがあるので、まあ、横移動した時点で投げ角っていうなるほど、はい、まあ、出し切れば当然当たるんですが、はい、まあ、あんな技は出すやつがあんまりいない。そんないないだろうと、はい、はい、ゲーキャンから覆面スプレーしてこちらもさばいていく。さあそこら辺のさばきを使うアキラはやはり本物という感じがすごいしますね。行きました、はい、さあ同じラウ使いとしてこの立ち回り方面ラウは
この方はもともとラウと影両方使ってらした方なんですけど、まあ、このゲームになってラウをほぼメインでやられてるらしくてですね、はい、まあ、あんまりちょっと対戦する機会がないんで、はい、僕も情報は少ないんですけれども、はいはい、見てる感じがすごくオーソドックスな、あ、なるほど、電気屋さんをリスペクトした戦い方っていう感じですからね。オーソドックスをできるだけ突き詰めて、はい、さあ早いですね、サケキャン。サケキャンには投げがつかめませんでしたからね。めちゃくちゃ早かったですね。あまりにもサケキャンが早くて投げがつかめなかった。迷いなし。そしてフーミンが出てきました。先ほど大活躍だった。さあ再び登場フーミンレフェ。今日のフーミンかなり切れてますからね、動き切れてますね。片山軍団三立て一気に行きましたからね。多分キャラ別コンボとかは分からないぐらいだと思うんですがはい、はい、もうそこは心臓でカバーですね。なるほど。いや、そのカバーする心臓がね、波の心臓ではないので。そうですね、はい、さあミントルからやはり側面関係になると。そうです、その辺は多分ちょっと疎いんじゃないかなと思います、ね、疎いんじゃないかなと。多分しのぎ方がちょっとわからないんじゃないかと。そうですね、新しいシステムなので側面が早い。いや、サケキャンが早いな。よく持ってく。しっかり待って、あ、ここはさすがに当たる。壁から逃がさないですね。壁から逃がさない立ち回り。さあ 4PP、 やっと壁に来れましたからね、フーミン。そうですね、先ほどの確かにほとんど壁にそれでも3人抜きですからね。近づきさえできなかったんですけど、素晴らしいですね。一気にこちらも逃がしはきつい。うわ、いや、ないと。レイフェイならではですね。いや、きついですね、あれは。ちょっと繋げられない点から。いや、こっからがうまい動き。いや、前ケイカの展開が作ったのがうますぎる。そうですね。さあここからユーミンがしれっと。そうですね、何の問題もなく勝っちゃいました、ね、特に問題ないよと。いや、ここまで動けるとはちょっと正直僕思ってなかったですねそうですね、結構会場にいる人たちもね、ちょっと驚いてるんじゃないですかねボールのアキラ。ボールが現在何、おそらくヨゴ影は残ってると思うんですが。そうですね、おそらくヨゴペンキ屋さんは残ってるはずです ね, ですね。さあこれに、これに関西が勝つと、とりあえずプレーオフは決定と。もうすでに1勝してますので。そうですね、関西これ1位抜けですね。そうですね。いや、ここはシードが、シードです。